数科学サイエンス、たどり着いたのは家庭サイエンス。科学サイエンス、客観的に物事を見るにはとても便利だけど、そこには重大な欠陥があるんだな。科学サイエンス、いくら理路整然と見える科学論文でも、土俵の外に問題を持ち込まれたら結局何もわからないよ。その煩わしいバイアスバイブス、花は聞いているかい。いつまで続けるいたち心地へと、時間を無駄にしたくはないな。その人たちと同様に専門家って土俵の外には無関心。それよりも100の仕事を巧みにこなすあのお百姓さんの知恵を聞こうよ。土俵の外の声を慎重に聞いて、ひたすら謙虚に科学し続けてほしいなよ。だってあなたは聡明なるこの星の現代の最先端サイエンティスト、科学者だよ。星を愛する人とが繋がってきてるよ。何が起きるだろう。科学を信じる人と神様を信じる人とが繋がってきてるよ。何が起きるんだろう。
市を愛する人とがつながってきてるよ。何が起きるんだろう。サイエンス、たどり着いたのは家庭。